どうも、こんにちは。やってみかのしゅんです。今日はエギングに来て、まあね、エギング全然強いとなんで、ちょっと頑張ってみようかなって感じですけど、まあとにかくしゃくって感覚を取り戻そうかな。ならちょっとね、2キロをついたいんでね、やっぱ目標として頑張ります。なら行くぞ。おっ、よっしゃ。うわ、でけえこれ。あ、いいっすか。ありがとうございます。ちょっと YouTube を撮影しよるけんがいいっすか。映るかもしれんけど。あ、ですね、下の網場、網に引っかかったです、ゴムが。モザイクはかける結果よくないですか。すいません。大きい方やったですね。なんかえらい引っ張っていった剣が、うん、これも固定とかね。あー、それで大丈夫です。1キロないかな。おー、あ、よかった。あ、逃げたっすか。逃げた。あー、ごめん。大丈夫です、大丈夫です。勝つってなったと思ったらもう、もうだったよ。あすきまだ。え、どこ。あすき、物先。物先、うん、いや、すみだ。入ってきたわけ。またおるぞ。ありがとうございます。すいません。いやいや、大丈夫です。申し訳ない。はい、天草でやってみゆかいって、やってみゆかいって言うとですけど、まあ、結構アングラとか全部よく。あ、本当ですか。うん、長い。コラボはですね、熊本釣り
釣りキャンさんとか。ハーレーの人。ああ、そうですそうです。釣り痛みさんとかですね。もう全く正当だったわけですね。だってイカは頭から入れなんすもんね。難しかったですもんね。しかも微妙になんかひっとるし、石と。ここまで入ってから上げたつもりだった。そうですね、今さっきは沈めたっす。で、フリーフォールしてしたら、スーっていったけん。紙芝ばってなかなか釣れる。いや今年は厳しかっすよ。あ、なんか言えよね。うん、イカが高いか。そうです。釣りの合間に前は塩かまして、前期今ほとんど持ってた。あの体力ばっか奪われるっすもんね。あっちで今先までシーバスかなんかしろれたんですけどね、使ってから。どうも、お疲れ様でした。今日は市原市、まあね、キロあるかないかぐらいでかけたけど逃げていきました。まあ隣の人もね手伝ってくれて本当ありがたかったです。まあね、多分俺がねちょっと悪かったかもしれない。イカの向きはちょっと変えればよかったけど、そこは知らなかったけどね、ちょっと逃げていったんですけど、まあ久々の引きで面白かったです。まあ、次回も頑張ります。なら、やってみるかの、シュンでした。じゃあねー。やっぱ、これって、ちょっと早めがいいんですか？早めがいい。来たー。